ドームレインボーミュージックファンファーレドレミファドレミファ噴水パレスファー はいえー、サンテレビで、えー、野球中継、サンテレビボックス席を子供の頃を見ていたときにですね、えー、何度も何度も繰り返し放送されておりました。まだ VTR ではなく、確かフィルム、カラーフィルムで撮ったあテレビコマーシャルですね。 えー、山陽電車に乗りまして、ちょうど、おスマあ、海辺りを、当時はまだ国鉄ですね、JR と並走する区間、えー、そこに、えー、スマウラ公園の駅がありまして、で、ロープウェイに乗って、そして、 カーレーターと呼ばれる、まあ、日本一ガタガタと振動する乗り物で山頂まで行くことができます。まあ、歩いて登っても、六甲山、前山と比べると低いスマの山なんですけれど、ここからの眺めというのは最高。えー、今なら、 明石海峡大橋が見えて大阪湾もう一望できるという場所ですが当時は明石海峡大橋っていうのはまだあ計画、うん、まさか本当にあんなところに橋がかかるなんて思っていなかった頃ですで、えー、そこにありましたのがドレミファ噴水パレスあの夜の映像しか見た記憶がないんですけれどもね、えー、まるでリオのカーニバルのような 紛争とお化粧した女性が踊ってましてで音楽がかかってで噴水とその噴水を照らす明かりというショーのようでしたというのもまあ言ったことがあ,ありませんうんまあ今思うと言っときゃよかったなと思うんですけれどでその CM がまあサ三テレビと三洋電車の関係ですからね もう本当に空いてるスポットにバンバン掘り込まれているということだったんだろうと今この年になって放送の仕組み営業の仕組みが分かれば思うわけですけれどもなんかあんだけ何度もやってるところだから素晴らしいところなんだろうなと子供の頃には思っていました。で改めて 今回、この曲、まあ、頭の中でね、よくぐるぐると回る曲なんですけれど、えー、歌おうと思って調べてみましたら、なんと、あの鈴木アンジュさん、えー、私の大好きなアンジュさんね、ね、えー、いってらっしゃいの番組を通じて、 あの舞台も何度も見に行かせてもらいました、えー、楽屋見舞いにも行かせていただいたあの鈴木アジュさんがこれは2017年の9月29日の放送で取り上げていたんですね、いや、ちょっと記憶になかったです、申し訳ないです。噴水をテーマに決めたとき、スタッフの皆さんと話していて思い出した噴水、それがドレミファ噴水パレス。 えー、劇場のような建物の中にあった噴水で、コンピューター制御によってライトアップされた噴水が BGM に合わせて吹き上がると。えー、会場のお客さんからリクエストを募集して、それをもとに音楽が流されていた。え <laughs>、それは知りませんでした。当時、ドレミファ、ドレミファ、噴水パレスという音楽と共に テレビのコマーシャルで紹介されていましたということを触れていました。うん子供の頃、親に何回か連れて行ってもらったことを思い出しましたと。とそれとともにトレミファフンスイーパラスまで行くのにロープウェイやカーレーターに乗ったことも思い出し、とても懐かしかったです。と書いてありました。へえ。 機会があれば、アンジュさん、一緒に、まあ、もう噴水パレスはありませんけれども、きれいな景色を眺めることができたらと思っております。その時はまた、えー、シャネルのコットンパフを、えー、お渡しできればと思っております。では、もう一度。ドームレインボーミュージックファンファーレ ドレミファ、ドレミファ、紛水パレス、ファー。チャンネル登録もよろしくお願いします。